横浜 DeNA ベイスターズの筒香嘉智選手が、チームマスコットのスターマンにちょっかい出す姿が目撃された。試合の合間にスターマンの尻尾をつかみ、その行動を妨害している様子だった。一連のいたずらがエスカレートし、筒香選手が尻尾を離した瞬間、スターマンは息を余って転倒してしまった。スターマンが監督や他の選手たちに助けを求めるも、なぜか誰も本気で対応してくれる様子はなかった。この光景は、ファンの間で、筒香何やってるんだ、と笑いの種に。チーム内で愛されている筒香選手のちょっかいが、まるで表金なショーの一部のようだった。監督に訴えても笑いに包まれるスターマンの姿が、可愛すぎる、とファンに愛されている。筒何やってん、可愛いな。筒の準備運動に付き合わされたと思う。筒スターマンのこと好きすぎない。そして番長は優しい。監督に、筒香が、ってやってんのに、相手にしてもらえないの可愛すぎる。可愛すぎて死んだわ。働く。スターマンも可愛いし、番長はメロすぎる。これはクソガキ筒香さん。タヌキの尻尾切りにならなくてよかった。筒ってスターマン好きよな。スターマンはいじめられてる時が一番輝いてる。ジーラクと同じ。あいつが、あいつが、ってなってんの可愛すぎ。可愛い。筒香は前、スターマンぐらい太かったのに痩せすぎだろ。パスターマンよ。世界一可愛いやりとりやん。三浦監督の頭ポンはめっちゃキュンやわ。監督にもスタッフさんにも、はいはい、って相手にされないタヌ可哀想可哀すぎる。笑った。なんてひどいことを。キュートアグレッションが強い筒香嘉智さん。必要以上にスターマンの尻尾を引っ張る筒香嘉智。めっちゃいじめてる。可哀想。最後、番長優しい。スターマン、末っ子感強すぎやで。ウケるで。ハム最近みんなからいじられすぎじゃない？これは面白い。このクソガキ感たまらん。あいつにいじめられました。してるのに相手にされてなくてかわいそうでかわいい。